あのパプンテ J リーグサッカーチャンネルのツツンです。ということで今回はどうなる ACL 争いということでございましてですね、今回は ACL の大展望をやっていこうと思っております。よろしくお願いしますということでございましてですね、まあ、この動画は9月21日ですねに撮っているわけでございますけども、ラスト5試合の対戦相手ですね、まあ、上に出していますけども、浦和、鹿島、鳥栖、ヴィッセル神戸、名古屋グランパスを中心に、見ていきましょうかね。川崎とマリノスちょっと、まあ、抜きん出ていますので、ここはまあもういいでしょう中、まあ、3位争いのとこ、見ていきましょうと思っておりますね。そしてあと、ラスト5試合の対戦相手、ラスト5試合の対戦相手の、まあ、それを全部ひっくるめた、まあ平均順位ですね。このラスト5試合の対戦相手の平均順位から見えたもの、それがですね真ん中に書いてますけど、秘宝、浦和と鳥栖は中話でございましてですね、まあ、これ多分、各々のサポーターの方は薄々、気がついているんじゃないかと思いますけれども、具体的に、そういう現実的な話もしていこうと思っております。よろしくお願いいたしますということでございましてですね、まずこちらでございますね、まずそう今回ちょっと一つご報告といいますかですね、まあ、企画じゃないんですけれどもね、年内動画投稿1000本達成ということでございましてですね、現在9月20日現在でございますけれども、775本僕動画投稿しておりますね。年内1000本目指しますということでございます。そして、まあ、チャンネル登録は本当励みになるので、少しでも興味と、情けご慈悲の、お気持ちを お持ちの方はですね、お持ちの方はチャンネル登録どうかよろしくお願いしますということでございますね。まあ、本当1000本達成すりゃいいとかそういう問題じゃなくてですね、本当質と量が大事でございますけどもね、とりあえずまあ量の方が1000本いくかもしれんちゅう話でございまして、よろしくお願いしますということでございますね。そしてサブチャンネルの方でラジオやってますよかった動画概要欄からよろしくお願いしますということでございまして、まずこちらからじゃあゆっくり見ていきましょうかね。順位表ですね、順位表、現在9月20日現在でございます。まあ、9月21日収録の、9月20日に作ったものでございますね。現在3位が名古屋グランパスでございます。現在勝ち点が53でございます。4位がヴィッセル神戸、ヴィッセル神戸は1試合消化が少ないんですけども勝ち点51の4位、そして鳥栖が51、浦和は51、そして7位に鹿島アントラーズの50ということでございまして、大体この辺ぐらいまでかなって、この下にもアビスパ福岡とか FC 東京とかいるんですけども、まあ、現段階で考えるとこの、5チームが3位を争ってるって、さこのチームがどういう風にじゃあ今後、日程進めていくのかというこちらでございますね。ラスト5試合と平均順位ということでございまして、まあ、こちらでございますけれどもね、3位名古屋のラスト5試合ですね。ラスト5試合は、柏レイソル、ベガルタ仙台、ガンバ大阪、セレッソ大阪、そしてここで浦和レッズでございますね。そして、4位の神戸は仙台、徳島、横浜 FC、 マリノス、鳥栖でございます。ここもだからトスと神戸が最後直接対決の可能性もあるという話でございますね。そして、5位の鳥栖は横浜 FC、 川崎、札幌、鹿島、神戸でございます。そして浦和が、川崎、鹿島、マリノス、清水、名古屋、そして、鹿島が広島、浦和、大分、鳥栖、仙台ということでございましてですね、これ一番最後語尾のところですね、語尾のところに、カッコで書いてます。これがまあ平均順位ですね。この名古屋グランパスが平均 12.2 ですね、順位的にはですね。だから結構まあ楽なのかなって感じがしておりますね。そして4位の神戸が平均 12.4、 これまあ難しいのが区間にですね、こう、順位が高いところと低いところがあるとなかなかこれで、ね、まあ、有利不利とかいうのは難しくはなってくるんですけども、だから中央値でやさいという話ではあるんですけども、まあ、平均で考えるとこういう風になっているという話でございますね。そして、鳥栖、注目の鳥栖でございますけれども、最下位が現在横浜 FC と戦った後は川崎、札幌、鹿島、神戸ということでございまして、まあ、特にラスト2試合ですね。ラスト2試合はまあここに名前のある鹿島、神戸という ACL を争っているであろう2チームとラスト2試合続くということでございまして、平均順位が一気に 8.6 まで、上がっておりますね。まあ、これは川崎が上げているのももちろんあるんですけども、やっぱこう横浜 FC の後ラスト4試合はなかなかにいやらしいチームが、ついておりますね。そしてまああと札幌もですね、実はこれルヴァンカップ、まあ、ルヴァンカップメンバーが大きく変わっていたのであんまりこう参考にはならないんですけども、あんまりこうね今年のトスト札幌のゲームでいい印象がないと言いますかですね、苦手にしているかちょっと分かりませんけども、まあ、楽な相手ではないという話でございますね。そして、6位の浦和が一番しんどいという話でございますね。6位の浦和は川崎、鹿島、もう横浜 F マリノス、もう胃もたれしてきましたね。この段階でだいぶ胃もたれはしているんですけども、そして、清水、名古屋でございますね。多分この5試合とも全部気が気じゃないという話でございます。まず川崎ですね、もしかしたらこの時ラスト5
試合、ね、まだ川崎優勝決まっていない可能性は全然あります。むしろこのマリノスとデッドヒートを繰り広げていて、まあ、すんごい優勝に向けたモチベーションで浦和レッズに襲いかかってくる、可能性もある。そして鹿島ですね、鹿島もこれ ACL を争っている段階に間違いなくいると思いますので、この鹿島もいやらしい。そしてマリノスは今度マリノスで、今度さっき川崎の逆でございまして、逆転優勝に向けて、まあ、もしかしたら、首位にいる可能性もあるんですけども、優勝に向けてすんごいモチベーションがギュンギュンギャンギャン上がってる可能性があるのがこのマリノスでございますね。そして清水で今度残留がですね、ここおそらく勝ってる可能性がある。まあ、個人的にはだからこの清水の残留がこの時までに決まっていればなって感じで思っておりますけどもね。だからこの清水の残留に向けた、強い思いで来る可能性から、そして最後名古屋ですね。名古屋もだからもうこれも言わなくてもいいと思いますけれども、 ACL の可能性がある。そしても最近調子がいいのでこの時どうなってるか分かりませんけども、単純に嫌だなって感じがしております。多分現段階でマリノスとか川崎と同じぐらい名古屋とね、やりづらさ、名古屋とはやりづらさあると思いますので、浦和が苦戦必至でございますが、しかし今浦和もですね、多分今他のチームから見てもあそことやりたくない、今の浦和とはやりたくないと思われているはずでございますね。このオリンピック中断前後では本当顔色が変わった浦和レッズでございます。特に守備のところは、ショルツ加入後まだ無失点、この動画撮ってる段階では、5試合連続でショルツが、試合に出始めてから失点がなくなっているという話でございましてですね、さあここがどう出るか、まあ、間違いなく浦和も嫌な相手、浦和にとっても嫌な相手なんですけど、逆に考えると ACL に向けた6ポイントマッチがラスト、この5試合に多く組み込まれている。そしてこういう試合展開で浦和のサポーター、浦和の選手が燃えないわけがないという話でございまして、僕はですねこのラスト5試合、まあ楽しみでございます。多分例年であればですね、昨年までであればもうやめてくれよって感じだと思います。もうこれ以上ねやりたくねえよって感じのラスト5試合の対戦相手に、なっていた可能性があるんですけれども、今年はですねワクワクでございます。少なくとも現段階で言うと負ける気はしません。ここの5試合全然負ける気はしません。絶対我々が勝つっていう話でございますね。そして、ね、7位の鹿島に関しては、広島、浦和、大分、鳥栖、仙台ということで平均順位が11.6 でございますね。まあ、これで言うとだから鹿島も浦和とはやりづらさがある。しかしまあ大分、仙台は残留がかかっている可能性がある。そして鳥栖もですね、ここも ACL に向けたモチベーション今チーム全体で上がっておりますので、鹿島とでいやらしい相手になるのは間違いないと思っておりますけれどもね。そしてまあ一番下に書いているんですけどもね、浦和と鳥栖が本当メガッサハードなんて、メガッサって久しぶり言いましたね、鶴屋さんでございますけどもね、浦和と鳥栖メガッサハードの相手ということでございます。たださっきもまあ言ったんですけどもね、この浦和と鳥栖に関しまして、まあ鳥栖は九州勢初の ACL が勝っている。監督がですね、ずっとまあ今年のシーズン前から ACL ということを言ってましたので、そこのまあ目標達成なのかという話でございます。そして浦和も ACL にこのかける思いっていうのは本当、他のチームとこう比べ物にならんぐらい高いわけでございまして、ここは僕は絶対にね、浦和本当ね3位入ってほしい。僕は浦和レッズサポーターでございます。まあ、見てわかる通りでございますけども、ございますので、僕は本当楽しみなラスト5試合になるんじゃないかと期待しておりますけどもね。はい、そしてこちら、ラスト2枚ですね。こんなにワクワクするシーズンラスト5、これ浦和レッズ目線でございますね。浦和レッズ目線で考えると本当、近年はネガティブな冬でございましたね。早くシーズン終わんねえかなって、来季の補強はどんなんだろうなとか、監督どうなんだろうなみたいな、ここ近年はそんなオフでございましたね。そして昨年までなら絶望的なラスト5です。これ途中でも言いました、途中でも言ったんですけども、昨年までの状況で、このラスト5試合のチームね、5チーム見るとちょっともう、勘弁してくださいという話だったんですけども、しかしまあ最後までワクワクできる、これは本当、まあ、そういう期待をまず抱かせてくれるこの浦和レッズのチーム、そして、リカルド・ロリゲス、そして監督選手ですね、ここら辺本当も、チーム関係者すべてに感謝でございます。本当もう例年なら本当ね嫌だなって感じがしていました。見るのも嫌だなって、もしかしたら対戦だったかもしれませんけども、しかし今ここ最後までこんな対戦相手、強豪との相手でもワクワクできる、本当ドラゴンボールでいうとこのナメック星編のギニュー特選隊ですからね。本当これ、ギニュー特選隊との相手が待っているようなもんでございますから、しかもあれこれ昨年までで言うとクリリン目線ですね。完全にクリリン目線でのギニュー特選隊との、対戦が待っていた感じであったんですけども、今回はまあ孫悟空的な目線でですね、このラスト5ギニュー特選隊との対決を迎えられるんじゃないか、そういうこの気持ちに、させてくれた選手、監督、そしてチーム関係者の皆さん、本当ありがとうございますって感じでございますね。はい、そして最後もちろんこちら、トスでございます。トス目線で今度考えましょう。まあ、このチャンネル
ンネルはですね浦和レッズ、そして九州勢を中心にやっておりますので、僕としては本当に非常に複雑な展開でございます。このね、鳥栖と浦和がこの争うのは非常にまあ喋りづらさももちろんあるんですね。これチャンネルでは喋りづらさもあるんで、あんまりこう浦和と鳥栖のとか ACL とどっちを応援してるのって話になってきます。あんまり言いづらさ正直あるんですけども、本当鳥栖で考えると降格予想された今年でございます。本当多くのサッカー解説者の方が、降格予想してくれたという話でございますけども、しかしまあ僕はですね、このまあ、順位予想とかっていうのは、まあ、あくまでまあそのなんだコンテンツの一つといいますかですね、まあ、楽しみの一つでございます。客観的な、まあまあこのね、見方といいますか、そういうものでございますので、そんな深くは正直考えていませんし、逆にこれ、ね、本当、まあ、最近ツイッターとかで多くのサッカー関係者とかジャーナリストの方がもう順位予想なんてもう絶対絶対にやりたくない、こんなも何の得にもならんことやりたくないっていうことをみんなねおっしゃってるわけでございましてですね、まあ、だから本当あんまりこうね言いすぎると、でほら見たかこのバカ野郎、北沢のバカ野郎とかね言いすぎるとですね、これ本当怒れますけどね、とか言ってしまうと、まあそれ本当この順位予想中、まあ、このコンテンツがなくなる可能性もありますので、僕はあまり言いませんって話でございますね。でまああと話戻すと、まあサガン鳥栖の躍進は最後まで続くという話でございますね。いつか止まんじゃねえかと思った方多分いらっしゃると思いますけれども、いやそんなことありません。専門の最後までこれ行くでしょうという話でございますね。でもこれサプライズか必然かって考えるべきなんですけども、まあ間違いなくサプライズでありました。さすがに僕もですね、シーズン前の予想では8位ぐらい、しておりました。まあ降格はないであろうと、昨年の、戦い方1年間見てきて降格はまあ 100% まあないであろうと、まあサプライズと言えるかどうか分かんないけれども、まあ8位とか一桁順位で終わるのは、まあこれは必然と思っていたんですけど、ここまでいくとさすがに僕の中でもサプライズで、ございました、驚きでございましたけども、しかしまあどっちかでも必然とはさすがには言えないんですけども、まあ僕は本当このね今年の1年間本当楽しませていただきました。まだ、シーズン終わっていないんですけども、まあ、そういうことございました。おそらく最後までいくでしょう。そしてまあ浦和と鳥栖、個人的には複雑さと嬉しさとという話でございまして、まあ昨年からこのチャンネル浦和レッズとして、九州勢応援しているわけでございます。そしてまあそこでやっぱ最初も言ったんですけどもね、浦和と鳥栖の ACL 争いなかなかやっぱ複雑なものがあります。どっちかが、まあ、落ちないといけない状態、まあ、3位に、まあ、3位でございますからね、争うのは。そして、まあまあうん、これ天皇杯が入ると、もしかしたらこれ天皇杯の結果次第では、まあ、もう浦和も鳥栖もいけるよみたいな形になるかもしれません。これはちょっとレギュレーション ACL に関するレギュレーション次第ではあるんですけど、そうなると一番嬉しい。浦和も鳥栖も、いけたら一番いいんですけども、やっぱしかし個人的には複雑さもあるんですけども、嬉しさもありますね。まあ僕は20年ぐらい浦和レッズというチームを九州の方から応援してきたわけでございますね。そして同じくまあ僕は九州に住んでいるわけでございまして、まあ鳥栖ですね、鳥栖の本当隣町ぐらいに住んでいた、まあ、隣町はちょっと言い過ぎなんですけどもね、まあ車で15分20分ほどのところに住んでおりましたですね、この鳥栖にですね、鳥栖の近くにですね。で、まあ鳥栖の試合が間違いなく僕は一番見に行った、チームと思います。一番足を運んだスタジアムが鳥栖の、スタジアムでございますので、そういう意味ではまあ本当複雑さもあるんですけども、そういう2チームがですね、まあ戦う争うというのはちょっと嬉しさもあります。本当正直そこは嬉しさもあるので、まあ本当気持ちよくですねシーズンを終えることができたら両チームとっていいのかって感じがしておりますけども、さあこれが本当難しくはなってきましたけども、両チームとね頑張れとはさすがに言いません。両チームとも頑張れっていうのは言いませんけども、しかしまあこの熱い ACL 争い楽しみだと思いますけどもね。はい、というようになりますね。今回 ACL 展望させていただきました。まあこれがどうなるか分かりません。もしかしたら、名古屋が2位に入る可能性もあるとかね、いろいろ分かりませんから、ね、これは分かりません。 FC 東京とか他のチームがアビスは福岡とかがね、これ争いに加わる可能性あると思いますけども、さあどうなるか楽しみでございますね。はい、以上になります。以上パルプンテディリクサッカーチャンネルのつつんでした。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。さら